皆さん、こんにちは。ことふみです。いつもご視聴ありがとうございます。遅くなってしまって大変申し訳ございません。リアル世界でバタバタしておりましたら、気づいたら大変なことになっておりましたね。今回はエリック・トランプさんが紹介しておりましたトランプ大統領の声明と、ポンペオ国務長官、元国務長官のツイートと、そしてブルームバーグの記事の3点をご紹介したいと思います。まず、 エリック・トランプさんですが、私たちの国は本当に第三世界のようになってしまったというツイートをされていて、そしてトランプ大統領の声明を紹介しています。その声明の内容です。フロリダ州パームビーチにある私の美しい家、マーラーゴは現在 FBI 捜査官の大規模なグループによって包囲され、襲撃され、占拠されているため、 これらは我が国にとって暗黒の時代です。このようなことはこれまでアメリカの大統領に起こったことはありません。関連する政府機関と協力して作業した後、この私の家への予告なしの襲撃は必要でも適切でもありませんでした。それは検察の不正行為であり、司法制度の平気化であり、特に最近の世論調査に基づいて私が 2024年のボス選びに立候補することを絶対に望んでおらず、同様に次の中間不代入れで共和党と保守党を阻止するために何でもする極左民主党による攻撃です。このような攻撃は壊れた第三世界の国でのみ行うことができました。悲しいことにアメリカは現在かつてないレベルで腐敗した国の一つになりました。 彼らは私の金庫にも侵入しました。これと工作員が民主党全国委員会に侵入したウォーターゲート実験との違いは何ですかここでは逆に民主党が第45代アメリカ合衆国大統領の家に押し入りました。というものです。そして、ポンペオ氏のツイートもご紹介します。こちらは今日の 午前11時35分にツイートされたものです。元大統領に対する令状の執行は危険です。DOJ、FBI の明らかな政治的武器化は恥ずべきことです。AG は250年間の練習がこの襲撃で覆された理由を説明しなければなりません。私はヒリアリーが機密情報を持っていることを証明したベンガジコムに勤務しました。私たちは 彼女の家を家宅捜索はしませんでした。というものです。最後にブルームバーグの記事を紹介します。トランプ氏宅の捜査、ホワイトハウスから持ち出した文書が焦点。こちらも機械役でいきます。まず、大統領退任の際に機密書類を支度に移した疑いを調べていると関係者は言っている。 FBI 捜査官にマーラーゴ宅の金庫を壊されたとトランプ氏は言っているというリードがありますアメリカ連邦捜査当局は8日フロリダ州にあるトランプ前アメリカ大統領の自宅を家宅捜索しました退任する際にホワイトハウスから機密書類を持ち出したかどうかに関する調査の一環だといいます2024年のボスエラビエの出馬を検討しているとされるトランプ氏にとって リスクとして立ちはだかる可能性があります。トランプ氏は8日の声明でフロリダ州に所有する会員制高級リゾートマーラーゴの自宅が連邦捜査局 FBI の捜査を受けていると明,明らかにしました。この声明についてアメリカ司法省はコメントを控えましたが、捜査に詳しい関係者によれば、 公的文書の取り扱いに問題があった疑いに関連するといいます捜査が行われた時トランプ氏自身はニューヨーク市にいました同関係者によると捜査は現地時間午前に始まり午後6時過ぎまで続きましたトランプ氏は声明でフロリダ州パームビーチにあるマーラーゴの私の素晴らしい自宅が現在大人数の FBI 捜査官に包囲されて捜査を受けており選挙されている と説明。私の金庫まで壊したと指摘しましたが、捜査官が何を探しているかには触れませんでした。複数の関係者によれば、マーラーゴタクの金庫の場所は極秘で、トランプ氏の最側近の一部でさえ存在を知らないと言います。8日の家宅捜査は、アメリカ国立公文書館が司法省に行っていた要請に関連します。機密文書を含む大統領文書が、 マーラーゴに移された疑いについて調べるよう求めていました。国立公文書館は1月にマーラーゴから15箱相当の書類を回収。トランプ氏がこれらの文書を引き渡したのは法的措置の可能性を突きつけられた後でした。事情に詳しい関係者一人によれば、連邦検査当局との協議では、エヴァン・コーコラン氏と ジョン・ローリー氏がトランプ氏の代理人を務めています。両氏にコメントを求めるメッセージを数回残しましたが、返答はありません。トランプ氏は24年ボス選びへの出馬をほのめかしており、11月の議会、 中間不大礼に向けた共和党予備選でキングメーカーの役割を演じています。2021年6月6日にトランプ氏支持者らが起こした議会襲撃事件について調査している会員特別委員会や連邦検査当局は同事件でのトランプ氏の取り巻きの役割を調べています。トランプ氏は司法制度の武器化によって出馬できないようにする試みの標的にされた 今年24年のボス選びに私が出馬することを望まず必死になっている民主党から不当な扱いを受けていると主張しましたホワイトハウスの当局者は捜査については認識していないと述べ司法省に問い合わせるよう求めました同省はコメントを控えました議会襲撃事件を調査している会員特別委もコメントを控えましたという記事ですそして 午前10時半ごろですが、ディスクローズ TV が支持者がどんどんマーラー湖に集まってきているという映像を何件かお伝えしています。<noise> それではままたた。ありがとうございました